はい、皆さんこんにちは、和道です。今日はですね、2018年6月の8日1時55分です。今日もロードワーク行こうと思います。行きましょう。前回と同じ目標で行きます。タイムが5キロ、高低差のあるね、信号待ちも含めて5キロなんですけど、そこをね、なんとか30分以内に走りたいと思います。お嬢こんばんは。よいしょ。頑張んねえとな。応援よろしくね。辛いんだよ、もう今が一番億劫だよ。はい、こんばんは。のんちゃん寝てるよ。のんちゃんはずっと寝てる。今日こそ30分以内に走りたいね。はい、頑張るよ。バーガーありがとう。行ってきます。映像音声問題ないね。誰かもしよかったら時間あと何分職人やって、あと何分だよって。30分以内にゴールが目標。あとあと何分って書いて。ありがとう、頑張ります。でもね、だんだん筋肉痛がなくなってきたね。うん、俺が折り返したとか言うから。ちょっとね、息だけ長いから、息だけ長い、団子さんいらっしゃい。じゃあ5分からスタートで、5分スタートね。その5分間違えないで。では35分以内にクリアね、この時計で。できればね、1分おきにあと何分って書いてもらいたいね。みんなであと何分って書いて、あと何分って書いて。いや、あと30分からあと29分、あと28分とかどんどん書いてほしい。もうコースの感覚はつかんだから、あと何分でいけるかって分かるんだよね。うん、1分おきにあと何分って書いて。はっちゃんありがとう。帰りの水はくっそうまいからね。今日こそやろうね。2分の壁越えられるかな。信号待ちだよね、問題は。信号待ちをどうかいくぐるに抜けるのかと、スタミナ配分だな。あと1分後に走ります。高低差がないコースだといけると思うんだけど。それじゃあみんな準備いいかな。走ってる、速いな、すげえ速さ。あのペースで走ってんのすげえな。体しっかりしてたから多分ファイターだね。じゃあみんな行くよ。30秒前。ノンストップでね、ハーハー言ってなかったね。15秒前。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。
今日体軽いね。今日いけるか。今日体軽いな、調子いいな今日。もう1分か、早いな。肺が苦しい。赤信号か。青か。よし。青。
ありがとう。ありがと苦しい。ああ。
ありがとう。ありがとう。86分。行きます。掘り返します。
あ、やばい、ダメだ、今日足重い、くそ、くそ、足痛い、うわ、はい、はい、今赤信号、今赤です、なんか一息。
今東中野あと一息、赤信号、青、you
やったよ、みんなやったよ、やったよ。お疲れ。2分縮めた。お疲れ。バカありがとう。花火ありがとう。やったよ。なんとかギリギリ2分縮めました。ごめん、最後ピッチ開けたからちょっとだけ寝かせて。あー、手がしびれてきた。心臓がバクバクする。やったよ、30分ジャスト。切ることはできなかったけど、なんとか2分縮めた。ありがとう。 OK、 みんなありがとう。 OK、 じゃあもう限界まで飛ばしたから最後歩く歩く。やったよ、30分ジャスト、4回目でクリアしたよ。アイテムありがとう。みんなやったよ。 OK、 ありがとう。もういっそやった。あー、足きつかった。今日はつらかった。5キロっすね。いやー、気持ちいい。頑張ります。ありがとう。怪我しないように頑張ります。やったよ。無理だと思ったよ、2分縮めんの。信号待ちうまく回避できたね。やったね。え、30分切ったよ。お疲れ様です。アイテムありがとう。できないと思ってた、絶対無理だと思ってた。ありがとう。高低差がこれくらいあんの。先が信号のところから下ってるでしょ。高低差がすごいあるんですよ、ここ。ガクッと落ちてるでしょ。だからね、アップダウンきついんですよ、ここ。分かりにくいかな。山手通りの中野坂上周辺だったら分かると思いますよ、都内の人だと。ちょっと配信だとね、魚眼入ってるから分かりづらいかもしれないけど、結構アップダウン激しいっすね。坂上きついよね、この辺ね。いや、おっさんにはきついよこれ。あー、今日は無理だと思った。ハーフタイムのどれくらいだったっけ、ハーフまで。息が長いんだよ、俺が選んでるコース。だからね、ハーフを15分でまたいだら絶対クリアできるんだよね。てか息もどんどん速くなってんな。息戻んの、公園でもハーハー言ってたのにもう息戻ってるわ。車じゃ気づかないか、こんな感じ。すっごい下ってるの分かる、こうやって見ると分かるかな。あのね、すっごい下ってるの、下に高低差がぐーっと奥までこう下になだらかに下の方に行ってるの分かる。回復早くなったね。もう一本無理、オーバーワークになる。いやいや、いいのいいの、タオル巻かなくて。重りつけたくない。 T シャツびっちょびちょだよ。後ろも上り坂になってるでしょ。緩やかなんだけどきついんだよこれが。回復早くなったな。
ね、息上がんの。水飲む時もハーハー言ってたけど、心肺能力上がってるかもしんない。スマホがね、肩痛くなんだよね、肩凝るの。だから聖火ランナーみたいにこうやって上げてるから、こういう感じで撮ってんの。これがね、肩にくんだよね。だから持ち替えてこうやって GoPro とかで固定できればいいんだけどね。すごい上り坂でしょ、ほらこんな感じよ。結構きついよこれ。もうずっと上り下り上り下りで下っていくの最初。だから後半は上りなの。上り下りをしながら上っていくの。あ、ていうか息の回復早くなってる。すげえ。カメラじゃ分かんないか、伝わんねえか。この上り結構きついんだけどね。アップダウン多いんだよこの辺。いや気持ちいいわ、口の中ネバネバする。早くゆすぎたい。うん、心肺機能上がってるね。うん、いい感じ。はい、夜景。お、満月がいいね。満月じゃない、月が綺麗だ今日は。はい、ベストショット。ビルの間に月が出てるね。頭もすっきりするね。いる。水タイムです。今日いいね。東京はね、逆に眠らないんだよ、明るいの。空もね、雲が多い日はね、昼間みたいだよ。昼間っつうか照り返すのね、光が雲で。顔洗うか。あ、もう気持ちいい。花火ありがとう。気持ちいい。超気持ちいい。行くか。ありがとう花火。気持ちいいよ。ヤタガラスみたい。
気持ちいい。バカありがとう。おやすみ。また明日一緒に走ろうね。うん。Wi-Fi 持ってるよ、今。いい顔してる。走る前は地獄だけど、走った後は天国だかんね。神様はうまく作ってるよ。頑張ったやつにしか天国は見せてくんないんだよ。でもちょっと足はプルプル、まだ、あーでも階段すっと降りれてる。この前階段ビッグ引いたのに体力ついてきてるよ。 Wi-Fi はねレンタルしてるのよ俺。月決めのレンタル、もう切れちゃうんだよね。1ヶ月6500円。あーいい感じ。明日もね30分切りたいな。今日覚えといてみんな、30分ジャストね。でもインターバル取らなくて良くなってきたね。30分ジャストか、ちょいオーバーかな、3秒ぐらいオーバーした気がする。ちょっと必死で覚えてねえわ。中野坂上のところであと6分って感じだったような気がするんだよね。東中野か、東中野であと6分だったから覚えとこう。ちょっと前半飛ばしちゃったよね。でもね足止まって、足がね急に痛くなった時にね、みんながねコメントでおいって言ってくれなかったらね今日切れなかったね。本当にあそこで行けよって、止まんなよって言ってくれたから走れたよ。あそこで一回心折れそうになった。後半ランナーズハイになったからよかったけど、少し痛み和らいできて体温まってきて、きつかったね。ちょっとペース間違えた。みんなアイテムありがとう。応援コメントありがとう。よかった、タイムは嬉しいな。このタイムはできると思ってなかったけど意外と早くできた。家から中野坂上、坂上から東中野、東中野の次なんだっけ、東中野の次がなんだっけ、東中野の次は落合だっけ。で落合2丁目の先のもう一駅、3駅またいでるはずなんだよね。あのね橋の下にある駅、高架下っていうか、なんか橋がかかってるところまで行ったんだよ。落合の先のなんだっけ、落合2丁目の誰かわかるかな。東中野の次まで行ってんのかな。自宅から3駅で帰りは中野坂上まで突っ走るっていう。中井だ、中井まで行ってる。そうだね、神様はどっちに微笑むかな。中井か、結構距離あるでしょ。自宅から中野坂上、坂上から東中野、東中野から落合、落合から中井で、中井から坂上までダッシュ。結構きついよこのコース。もっと本当は楽なコースあるんだけど、あえてきつい勾配差のあるところ、高低差あるところ選んでる。さあ皆さんご褒美の時間ですよ。フレッシュジュース飲みます。フレッシュジュース、僕くらいの成功した配信者になるとランニング後にフレッシュジュース飲むんで、わかります？スタミナね上がってる。要はね1日目は33分かかってるけど中5分入れてんの。要は行きで半分中井まで行ったら5分休んで、それ33分で、2日目がノンストップで32分かな、あ、違う、ノンストップで32分で、今日30分かな。
あれもう一個足りてないな、ちょっと覚えてないけど、とにかくね徐々に全部上がってる、全部スタミナ上がってる、スタミナが上がってるし、タイムも速くなってる、で回復力に驚いてる、いや呼吸が整うの早い、毎回速くなってる、うん、いやフレッシュジュースですから。僕くらいの成功者になるとねフレッシュジュース飲めるんですよ。超勝ち組配信者はフレッシュジュースですよ。そうそうそう、落合から中井って、いや全部だよ全部同じぐらいの高低差ある。今普通に喋れてるね、体力上がってるわ、普通にびっくりしてる。ただねちょっと右手が過呼吸気味でしびれてるけど、いや最後寝っ転がったのが良くなかったのかも。大魔王ちゃん30分ジャスト、はい、早いでしょ。よっしゃフレッシュジュース飲もう。今日のフレッシュジュースはセブンイレブン果汁 100% パイナップルです。血糖値だね、もうしょうがないでしょこれ、もうやっていくしかないでしょ。はいパイナップルです。あ疲れた、お茶うめ。そうなんだ、オッケーオッケー、これくらいで手足のしびれぐらいが限界の手前か。今日フラガリー飲んだ。じゃあ KP してお別れしましょう。 KP してね、よいしょ。じゃあみんな捨て頃に KP、 捨て頃に KP、 うんめえ。うま、お風呂だね、お風呂で。うめえ、酸っぱいのがうまい。グレープフルーツがやっぱ一番合うな、グレープフルーツが一番好きだわ運動後の。お疲れ様、ありがとうみんな、いい汗かいたわ。フォローもありがとね。うまい、俺は酒飲まないけどジュースがうまいよ、すっげえうまい、脳みそに染み渡るね。今日は湯船浸かろうかな。捨て頃終わったら体重落とそうね、全然味違うよ、全然走った後の方がうまい、格別だね。さあ明日はどれくらいで走れるかね。うまい、じゃあ皆さんお疲れ様です。今日の放送終わりにします。ありがとうございました。ステコロ応援よろしくお願いします。ふわっちと YouTube と Twitter のフォロー、それからダンカン塾のフォローもよろしくお願いします。それでは皆さんお疲れ様です。おやすみなさい、おつです。